立花久志春は、江戸時代後期の柳川藩の家老。立花正俊を外する重心家の立花両家の一つ、立花内善家の六代目当主でもある。妻は、立花明通りの娘、松で、子女は、立花初春他四男二女。忌み川はじめ種助だったが、後に、議定で藩主の立花明ことぶきから返記を賜り、重徳、ことぶき春に改名した。 部の家と言われた、立花内善家の当主だけに、家川年流剣術を改伝し、宝蔵院流創術の目録を取得したほか、越後流兵学に精通していた。また、財政、経済通であったとされる。法歴12年に、柳川藩重心の立花内善家当主、立花種房の子として出生。完成4年に過労に就任。 義兄警の立花道英らと合決組を組織して反省改革を行う。しかし、完成10年に立花明小と武に信任された尾の影げにより、道英らは過労職を一時免職されるが、小とぶ春は処罰対象ではなかったとされる。その後は内省家多常危機役や花畑を用がか係となるが、その後辞職となる。文政七年に隠居し、 文政八年死去。三百半華新人名辞典では、とぶき種を音読みで、受春と呼んでいるが、立花織江や文書目録では、久富と,とルビが振られている。ちなみに、柳川藩士家から交代り愛三名家に養子入りした山名義則も年流剣術王義を柳川藩士に送電している。立花織江や文書目録参照。 なお、資料番号は C-71 から36から1と C-71 から36から2。ありがとうございます。